カゴアムチャム族の女性チャム族は、主にカンボジア及びベトナムの中部南端及び南部に居住する民族。旧、戦場国の主要民族。チャンパ人、戦場人。日本の主因戦貿易資料や海変態などでは、戦場人の読みは、チャンパン人、チャンパンビトである。チャムは、ジャライ、エデ、チュルー、ラグライなど、チャム越しの和社集団と共に、 2世紀から7世紀まで、隣友国の7世紀から14世紀まで、戦場国の主要民族であった。チャムの国、戦場は都市国家、戦場を中心とするマンダラ国家であった。文化としては、舞踊と音楽、産業としては、織物業や洋業が盛んで、一元因とか二位が普及し、レンガ作りの壮麗なヒンズー建築を、 サンスクリット碑文と共に各地に残し、その陶磁器は産地民の間で一心剤として流通し、その面織物は戦場列の名で日本にも輸入された。当代の戦場は戦場の他にリミュー、コンロン、カンオウ、ホンタロウなど複数の漢字国名を使用しており、旧東女や新東女の戦者たちは南方の俗領であった。 本太郎を除きこれらの国名を、戦場の異なる、時期の国名と考えた。しかし、そうではなく、本太郎を含め、林友、コンロン、カンオは、戦場国内に、同時期に存在した、国内国だった可能性がある。検討士、ヘグリヒロナリラが、党の幻想皇帝改元23年に漂着した、コンロンは、党の超級霊羅の記録では林友、または、 その一部であった。延暦18年に日本の恥ず海岸に漂着して、面を伝え一原因ごとを演奏した、混ン,ン人も、それらがチャム文化を代表するものであるため、チャム人だった可能性がある。創始によれば、宋代の戦場は、北王国、南王国、山の国、南俗領などからなり、都市国家、戦場は、新州にあった。 1471年の新州王国滅亡以降、戦場は新州を含む本領をすべて喪失した。今日のフロイは戦場の本領に残った三地民の後継者である。一方、今日のチャムやチュルー、ラグライは1397年に新州のジュクジェクに滅ぼされた小王国アグイバル・アングエの移民が1433年に南俗領。 パンダラン・パンドラングに移って再建した、後期戦場国及び、純情鎮の後継者である。大南誠六世編第1期、第2期によれば、19世紀のベトナム現朝はチャムを、監修に従って、番、占い、に、愛に四分類した。中部、ビンディン省装及び風営衣省のチャムは、万と表記された。中文南端 パンランクロンパリックパジャイオンミチイコール今のニントゥアン、ショおよびビントゥアンショのチャムはバチャムおよびバニーと表記された。南部、タイニンショおよびアンザンショチャウドック地方のチャムはラームと表記された。1695から1832年まで存続したチャム最後の王朝、順情鎮ではラグライなどの産地民と占い2が順情民として チャム王の新民とされた。チャムベト族のクレオールである近球も純常民とされ、現状直轄量のベト族と比べ、税制上若干の優遇があった。低解徳、TRNH 法医師の家庭上通信によれば、南部、大人の産地民及び平地民も純常民として、チャム王の統治下にあった。当時の大人の平地民がバニーであったかラームであったかはよくわからない。 現在、タイ人の平地少数民族はすべてイスラームに属する。1999年のベトナム社会主義共和国人口住居センサスによれば、チャムの人口は約10万人であった。宗教別人口統計に基づくその内訳は、南中部に、フロイが約1万人、中部南端に、バチャムが約4万人、バニエが約3.5万人、イスラームが、 約5000人、南部の退人省、ホーチミンシティと安山省に、シャーフィー集団が約1万人であった。この頃、カンボジア国内には、正確な統計はないものの、ムスリム約20万人が暮らしていると言われていた。20年後、2019年のベトナム人口住居センサスによれば、チャムの人口は約18万人である。 宗教別人口統計から推測したその内訳は、フロイが約2万人、バチャムが約7万人、バニーが約6万人、イスラームが約3万人である。国内移動、就労の自由が大幅に緩和されたことから、若者を中心に地方に住民票を置いたまま、ホーチミンシティとその衛生都市で暮らす者が増え、地方在住のチャムは実質的に、 人口減少を起こしているが、センサスにはそのことが反映されていないと考えられる。カンボジア政府は民族別人口統計を公表していないが、2013年のカンボジア王国インターセンサル人口調査最終報告は宗教別人口比率を公表している。それによれば、2008年から2013年までの5年間で、 国内のムスリム人口の比率は、総人口の伸びに、反比例して極端に低下しており、人口比率から推測した、カンボジアチャムの人口は、同時期のベトナムとほぼ同じ約16万人であり、2020年現在も、ベトナムとほぼ同じ約18万人と推測される。この人口減少も、南タイやマレーシアなど海外での就労の機会が、 増えたことから、若者を中心に、国外で暮らす者が増えたためと考えられる。ベトナム・カンボジア両国において、茶枠を除くチャムは、学校や、職場などの公的な空間では、公用語であるオーストロアジア系のベトナム語や、クメール語を話し、村落では、オーストロネシア系、チャム語しのチャム語を使用する。文字として、ベトナム式ローマ字、クメール文字のほか、アカンシャ派。 フルフジャウィーなどいくつかの書体のチャム文字を使用する。アラビア語表記に使用する文字は、アカンジャバーと言い,い、フルフジャウィーとは春別される。呪文などに使用する文字は、アカンリと呼ばれ、コジャワ文字や、現代クメール文字のムールタイに非常に近い。チャム越しには、チャムとフロイの他ジャライ、エデ、ラグライ、チュルーなどの産地民族が含まれ、チャム越しの和舎人口は、 総勢100万人近い。この他、チャムとのクレオールだったベト族の近急人、クメール語の方言を話すシャーフィー法学派の茶クや、宋代に中国海南東に移住した海賊も、抗議のチャムである。全マレーシア連邦首相、アブドラバダウィは、近代に、海南東から彼南東に移った、海南チャムの後営である。南大及び北マレーシアに、19世紀以降に、 移住したチャムが1975年以降にベトナム・カンボジアから渡来したチャム難民の子孫や2000年以降に主にカンボジアから渡来したチャム労働者たちと混ざり合って生活している。チャンパ中央高地共和国臨時政府が使用した旗、チャムは10世紀頃からイスラーム教を受容し、現在はベトナムやカンボジアの少数民族として存続している。 近代におけるチャムの独立運動としてベトナム戦争の最中に存在したチャンパ解放戦線及びフルロー中部高原方面軍イーバムエによる議長が樹立したチャンパ中央高地共和国臨時政府があるチャム越しやバナ越しに属する複数の異なる言語宗教信仰を持つ人々が大同団結して戦った フルロー中部高原方面軍本隊は1969年に南ベトナム大統領グエンバン・ティエウに投降し、イーバム議長も1975年にポル・ポト派に殺害された。しかし、中部高原方面軍カンボジア残存部隊のペン・アユンは1992年に国連カンボジア暫定統治機構事務総長、 明石康氏に投稿するまで、ベトナム残存部隊のトゥーニットでは1995年に、ベトナム社会主義共和国国家主席レイデクアインに投稿するまで、20年にわたりゲリラ戦を継続した。チャムの間に最初に広まった宗教は、ヒンズー教芝派である。フランス人研究者及び、植民地官僚は、近代、チャムのヒースラム的な信仰を、ブラフマニ住ムと呼ぶが、 これは、ヒンズー教と同義ではなく、チャムの創造主ポークックポククが持つブラフマン的な、性格に基づく命名と考えられる。ブラフマンに関するヒンズー教の根本文献、ブラフマスートラの最も有名な注釈者さんからは、自身を、私は、芝神であると名乗っており、ボンガ一如のボンは芝をも包摂する、唯一神的な神であって、イスラームとも通定する。 ヒンズー教の導入と、ほぼ同時に、神ザブ仏教、大乗仏教も流入した。退職商人が中国への交易の途上で、寄港するようになると、イスラーム教が浸透した。柴神はオガミポークロンガライポクレアンガライ、ポーダムポダム、ポーロメポローム、ポークロンムフナイポクレアンマ、ナイなど、王家の祖先神と、同一視され、第一女神ポーイヌヌガンポイナーナガー。 ポーサハイヌーポソイナーなどと共にパンラン、パリック各地のチャンパことにおいて祭祀が継続されている。ポーサハイヌー王女は15世紀初めのイスラーム、伝道者、ポーハニンパンポーハニムパーの妻である。現在のチャムも以前として、バの象徴であるリンガを祀るが、バという神明は、ナモーシバーやナマーシバヤなどの聖句。 ショークにわずかに痕跡を残すのみで、シバ神の名も使用されず、シバリンガは、王家の祖先の象徴として祀られている。上記のように、チャム共同体は、近世以来、バンフロイ、占いバチャム、ニバニー、アイイスラームの4集団に分けられる。バチャムとバニーの信仰は、アニミズムと集合した、アラー信仰である。ヒチャムの産地民であっても、チュルーや、 ラグライなどの中には、カトリック・プロテスタントへの改修以後も、キリスト教的な神とは別に、アニミズム的な神アラーへの信仰を維持する人々がある。チャムであり、かつサンチミンと、国から認定されているフロイについては、イスラーム化した後で、モンクメル系のサンチミンバフナルと共存しバフナル化する中で、ソレイ信仰に戻ったのか もともイスラーム化されていなかったのか不明であるが、アルラー信仰の存在は確認されていない。創始によれば、チャムの国家はすでに壮大において、イスラーム化が相当進み、超高師の多くがアラブ語名を持つ。チャムのイスラーム信仰においてはアリーが極めて重視される。あるディマシュキーのコスモグラフィーにはヒジャーズにおけるアルハジャージの 追悼から逃れて、三分にわたった七世紀、アリー・ユーン派の亡命伝承が載せられている。占い効果変年史や、酒屋が、パンラン・パスカル・ナラン、パリク・パシック地方で収集した伝承では、チャムのイスラームは、塾に滅ぼされて、南族領のパンランに逃げた、旧チャンパー・アグヨー国バル・アングエの王族と移民に、最初期のイスラーム伝道者ポーシュアンの二人の子、 ポーハニーンパンポーハニムパートポークロンバラウポクレアン、バラウの兄弟が伝えたものである。1930年代の調査では、13世紀末に、戦場から海南に移住したとの伝承を持つ、海南チャムは、シャーフィーであったため、ソーダやキヨの戦場のイスラムも、シャーフィーだったと考えられる。ポーシワンの、シワンシワンは、ナーサワン、ナーサイワンの異表記であり、イランの英雄王、 ホスローの別名アヌシルワン・ナセルバンが変化したもので、イラン、または、中央アジアの出自と考えられるため、これを、ジャワの初期イスラム伝道者、スナングレシクと同一人物に否定する意見もある。宗教職能者として、祖先祭祀を司るバチャムのアイン・アイアー、アキア各色会と、アラー祭祀を司るバニーのアワン・アール、アールの、各色会がある。アワンの、各色会は、 イムムなど、一般的なイスラームの食会と共通するものが多い。ベトナム政府宗教班の公認された各宗教組織名冊は、フロイを除くチャムの諸集団を、バラモン教、バニー海教、イスラームに3分類する。これは、現状のチャムに対する4分類、番、占い、に、愛から番を除いたものとほぼ等しい。かつては、チャムとベト族の通行にや、 チャム内部でも、バチャムとバニーの通婚は、タブーとされていたが、現在では、チャム内部の通婚は、むしろ歓迎される。しかし、バニーとイスラームの通婚は、今も難しい。一方、他民族とはいえ、産地民族は、同胞と考えられており、経済、文化格差による差別はあるものの、通婚は、問題ないとされる。フロイは、居住地が、 他のチャムから離れているため通婚、交渉は、あまりない。ベト族においても、パリク道の緊急の4集落、従う京村、新木村、今村隊 BNHX、HNG 隊、春光村、今区 PH、主演クアン THTRNCH、ラウ、春海村、今区 PH、主演。ホイ THTRNCH、ラウでは、 チャムとの通婚が普通に行われる。また、パジャイ道のに集落、フチ村とゴーヨシ村は、宗教上は、ほぼ純粋なチャム集落であるが、血統上は、チャムとベト族のクレオール集落となっている。1975年4月の社会主義革命以降、地方政府、東支部とチャムの諸宗教特にイスラームの対立が、深刻になり、中央政府、 党としてシャーフィーとの対立解消に努めたことが、ベトナム共産党のチャム同胞に対する工作に関する指示に監視される。政府宗教犯によるバラモン教、バニー海教、イスラームの公認は、1970から80年代の社会主義建設にあたり、共産党が民間信仰を著しく制限する中で、再始継続のため、政府、党側と、 チャム側の双方で歩み寄った末の苦肉の策という側面もあった。バチャムの信仰はバラモン教と呼ばれるが、上記のように、その命名はチャムの創造主ポークックが持つブラフマン的な性格に注目したためであり、現存するバチャムの祭祀文献にはヒンドゥー教やバラモン教に関するものはほぼ解無である。フランス植民地時代の慣習的呼称レ・チェームズ。 ブロマニースツを踏襲する形で、現在のベトナム政府も、行政上の規定として、バチャムの人々を、バラモン教徒と規定する。すべてのベトナム社会主義共和国公民は、地方公安局から、人民証明書、または、人民ネ却書を交付され、本人の両親の既存情報と本人の申告に、基づいて、氏名、性別、生年月日、出生地、 民族、信仰する宗教、身体特徴、ほくろ、指紋などの認証情報が登録されている。フロイト、共産党員を除くチャムは、大抵の場合、宗教欄に、バラモン教、バニー海教、イスラームのいずれかを申告する。ベトナムの宗教別人口は、国勢調査によるものが公開されているが、ベトナム公安省及び、政府宗教班自体は、 人民証明書台帳に基づくベトナム宗教人口統計を公表していない。バチャムとバニーはもともとほぼ同数と考えられるが、1999年の人口住居センサスにおける宗教別人口統計は、バチャムの人々から大量の無宗教申告者が出たために、そこから推測されるバチャムとバニー・シャーフィーの比率は3、7であった。 2019年の人口住居センサスにおける宗教別人口統計では無宗教申告者が大幅に減ったと思われ推測されるバチャムとバニー・シャーフィーの比率は48、52である。ベトナムにおけるバニーとシャーフィー、およびカンボジアにおけるカン・イマムさんとシャーフィーの人口、あるいは人口比率は公表されていない。ベトナム南部、大人省。 安山省、ホーチミンシティのシャーフィー法学派集団は、アッラーに帰依し、カンボジアやマレーシア、インドネシア、ハドラマウト地方など、世界のシャーフィームスリム共同体とつながりを持つ。インラサラーが収集した伝承によれば、1790年代、メッカから来たと自称する、トアーン・フォーツ・エン・ファオが、パンラン、パリクで、イスラム復興運動を行い、 バニーの信仰を改革しようとして、当時のチャム王と元朝に対し反乱を起こした。この復興運動は、シャーフィリー法学派の正しい信仰生活を復興しようとしたものであり、戦いに敗れたトゥアンフォーは、信徒のチャムや、サンチミンと共に、カンボジアに逃げた。1810年頃のカンボジアのムスリム帝心として、同盟のトゥアンフォー・ツアンフォーがいるが、 二人が同一人物であることは証明されていない。このトゥアンフォーの息子たちが1840年代に当時のカンボジア王と越軍に対して反乱を起こしたとき、二人のチャム貴族、ジャインジャインとジャバイジャバイが数千人のチャムを率いて、長アキラコが率いる越軍と共にカンボジアからベトナム南部へ退却、亡命した。ベトナム中部、ミントゥアン省。 ビンプアンシのバチャム、バニー及びヒチャムのチュル、ラグライは、上記のアラー信仰を持つが、バニーを除き消え儀礼や滑礼を行わない。バチャム集団では、自身によるムスリム的な儀礼はほとんど行われず、バニー集団の儀礼へ参与する形をとる。そのバニー集団においても一般人は六神号行、などのイスラム信仰実践を行うことが少なく、酒も豚肉もある。 程度許容され、アワンと呼ばれる宗教職能社会層だけが六信号業を比較的厳格に実行する。カンボジアには、上記のように民族別人口統計はないが、宗教別人口統計があり、全人口の約1.1%がイスラムで、これがほぼカンボジアチャムに相当し、うち90%がシャーフィー、10%がバニーと考えられている。 ベトナムでは、トゥアンフォーによる宗教改革の約200年後、1960から70年代のパンラン・パリクで外部から来たチャムや外部と接触して、シャーフィーに戻ったチャムにより、再びバニーからシャーフィーへの回収運動が行われて一定数の信者を獲得した。パンラン・パリクの多くの集落で、バニーの聖堂とシャーフィーの聖堂は別個に存在し、 両方の信者たちの関係は緊張状態にある。カンボジアでは激しい宗教弾圧を行った民主カンボジアのポルポと政権下で多くのチャムが虐殺されたが犠牲になったチャムは多数派シャーフィーであり少数派バニーの人々は不信人者とみなされて虐殺を免れたと言われる。チャムはオーストロネシア系の言語を話しその形質を持つ 同じオーストロネシア系の言語話者の中では、メラネシア人やミナンカバウ人が、母系制度を取ることで知られる。チャムを呼び、チャム越しの話者もまた、すべて母系制度を取る。うち、財産を守るのは、女性の役目である。結婚後は、夫が、妻型の住居に入る。したがって、家督や母系子族名も、王族をはじめとして、女性の子孫が引き継ぐ。 ただし、ベトナム現朝が1832年以降に普及させた漢字性の継承については、1975年の社会主義革命以前は総形性であり、今は漢字性の継承は不形性が普通である。例えば、王族の性は本来具縁であり、王家の直気当主は彼女の父の性である老を継ぐえる、ウィン・エイチ・エヌ・ジー・ディエム王女である。このように、 漢字性だけを見ると王家が交代したように見えるが、母系相続は普遍であるため、王家がポークロンムフナイ家という母系氏族であることに変わりはない。チャム文化の中心は、祭祀文化であり、そのための絵画、音楽、舞踊、食文化、香料、薬草、焼き物、織物など、高度な有形文化、無形文化を維持する。彫刻。 建築は近代に一旦捨てられたが、創造は、焼き物村における、テラコッタなどを中心に復興され、建築においても、タインチェイフォンによる、復興の試みがある。近代におけるチャムに関する、言語学的、人類学的な研究は1830年代に、民意のチミカドが置いた4役会における、チャム語学習を講師とし、ウィン・ブイ・ v n c エウによる、 関石チャム写本を参照した、順情維持があり、また、TRNGVNHK の仏文、漢文に過酷語書目、しはじめ書譜の中に19世紀末のチャム語、学習ノートが挙げられている。近代的辞書の編纂と人類学的研究は、チャム女性と結婚したフランス軍人、エティエン・アモニアによって1885年頃から、始められ、アントワーヌ・キャバトン。 E.M. ドラン、ポールムス、b ト u a ジェラルド・ムセ P.B. ラフォントラフランス人及び、フツ・コシクレオールによる、写本研究と人類学調査の成果を対象した、報告がある。1930年代までのフランス人言語学者、人類学者による著作は、ツボイ・クメゾ松本・信弘、ガスパル・ドヌ・カツコによって、日本でも紹介された。ベトナム人言語学者、 人類学者として、1975年以前には、ウィン KHCNG、アングハイム TH、メートル、ファン LC、トゥヤン、ウィン VN ルアン、BNH ウィン LC があり、1975年以降も TRNGNH ハイ、ファンアン、ファンシュエンビエン、ファン VNDP、ドン VNPHC、ウィン VN、ロイ、VKHNHTH、ハイリン、 ファンクアックアンハングラがあって、サニー観察や、統計分析、語音分析、音楽分析などの手法で研究を行った。チャム出身で、チャム語、チャム文字を読むことができ、チャム写本を参照しながら、人類学的な研究を進めた、文献学者、人類学者として、アバド・アル・ハミット、アバド・アル・リヒム、ポー・ダルマー、ジャヤ・ミール・アプエー。B. 主演 H、 win thbchcc, タインファン、インラサラー、ジャサマド・ハン、サカヤーなどがある。タインファン、タインチェーフォンは、指導や、民家の復元的な研究を行っている。日本人、日系人による、チャム社本研究として、石澤義明、チャム社本ンン分類があり、チャム語テキスト、辞書として、川本国へ、チャム語改定、サカヤー及び信仰都市彦、 チャム語協定、チャム語語一周があり、本田守による、チャム神話の翻訳や田添信彦による、海南チャム語の民話や、類別史研究がある。また、中村理恵、平野優子、吉本康子、大川玲子、岩永悦子、恵美子ストック、香織植木、六つ大井らによるベトナム及びカンボジアチャムの、言語学的、人類学的研究がある。ザ、ジョシュア・プロジェクトハットエスノルグ。 1996ありがとうございます。